愛いとこ見たい。もらってみる。いや、魚も好きです。どうしよう。500円なんかね、縁起で食べたら、うん、食べる。多分ここで食べんでも食べるで。うん。あとで食べるタイプだと思います。はいはい、隠れて食べるタイプ。ありがとうございます。タイ。こんにちは、韓国屋台ピョルなんて書いてるの、ピョルハヌル、どういう意味？ラーメン。うん。うん、かわいいね。すごいな。パンもある。こんにちは。ああ、こんにちは。え、これあの10時くらいからこれ。あ、来てました。ああ。あ、ここにおるんで。ああ、もうちょうどあの。ああこんにちは。おしゃれしてきてる。あとでもダメ。今日いっぱいおるけど。だいぶ聞こえました。あのね、一回違うとこ行って。チョコ15歳で。チョコちゃんね、チョコちゃん15歳ね。でこの子が2歳で。2歳のお兄ちゃん。ね、大丈夫か。やめてくれ。ありがとう。はじめまして。でもいいですか。何歳ですか。6歳。あ、6歳なんです。途中寄り道しながら。あそこらの木の下ぐらいに私たち。あ、そうなんですか。はい。こんにちは。言うてももう挙動立派なしやけんな君が。ありゃ。こんにちは。男の子ですか。男の子です。こんにちは。ヨモちゃんです。ヨモちゃんです。わかりにくいですよね。自前でございます。自前で。だからあの逆に言うこと聞いてもらえないこともありますよ。ああ。可愛い。ありがとうございます。そうなんで
ですよ。これはムクモモパパやな。そう、ムクモモパパにもらったよね。名前書いてもらったね。私はね、まだ話はしたことないですよ。ハニちゃんのフェスに行ってて、はいはいはい、来られてました。あ、その時に来られてたんですか。あ、そうそう、ハニフェスの時に、その時はまだ YouTube してなかったですよね、ムクモモパパさん。あのね、ちょっとだけ動画出してて、うん、あ、そうなんじゃ。シーズアイがすごい。シーズアイすごい、なんか T シャツも作ってね。そう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 、ちょっとまたかっこいいひよこ出し、これ。あそこにね、光るんですよ。光るんですか。あ、光った光った光った。ボケた、ボケた。あ、光っとる。あ、すごい光っとる。そうなんや、こんなんある全然。もらうまで全然知らんやったんですよ。名古屋行ったらもうみんなもう知ってますよね。ね、あのバギーのカスタマイズがやばいの。今すごい。そう。あ、動画だった。私写真撮ろうかと思ったら動画だった。コメントしていただいて、アボロちゃん。ありがとうございます。アボロちゃん。隠れてもいけんやんね。くん、こんにちは。スタッフも男の子です。男の子ね、えしっかりしてる。9キロあるんですか。うわ、すごい。シーズンしてこっかこっきね。チュウ君慣れた？シーズーやで、チュウ君。みんなシーズー。あ、ほんとみんなもやってる。ね、おとなしであるあるですね。ほんとだ。さっきボメラニアやっててめっちゃ声聞いてて。関西のイベントとかにも行かれてるんですか？行きたいんですけど、行けないんですよ。これは6キロ。あ、6キロ。あ、6.5 キロ。あ、一緒。で、同じぐらい。何枚だっけ？6.4。あ、6.4。あ、じゃあ同じぐらいですね。あ、ちっちゃい。いや、これあれやな。ボディが。すごい。なんか重たい、重たい。受けてますか受けてますね。受けてますね。無表情だけ。もうちょっと、いらっしゃい。でしょ。マーク君や。ここはポメラニアンとシーズーちゃん。これが可愛いっていう。みんなに。みんなについてきてくれる。
なあ。